種を集めてねって思っちゃった。面白かったの、とってもね。負けてたまっか、負けらんねえ。バカも、恐ろしいのは禅王様の方だ。図に乗るんじゃない。禅王様は確かに純粋で崇高なお方だが、その純粋さゆえの恐ろしさも持っておられる。じゃあそれが終わったら遊んでくれる？勝手にこんなことやってるからね、注意しようと思って来たのね。いいか、押すな、絶対に押すんじゃない。消しちゃうよ。面白かったの、勝手にこんなことやってるからね。やつをこのまま生かしておくわけにはいかねえ。負けるわけにはいかねえんだ。でもね、破壊神変えちゃおっかななんてね。時間がねえんだ、早いとこ片付けようぜ。遊んでくれる？じゃあ約束。今日はね、勝手にこんなことやってるからね、あんまりサボっちゃダメなのね。図に乗るんじゃない。お前も破壊神になるか。戦いが少ないから勘が鈍るんだ。私もおすすめはしませんね。あれとは分かりませんから。俺は殺すために罪もねえ人たちまで巻き添えに、絶対許せねえ。忘れてた、とても面白いものなんだ。これより、うん、これよりお友達になってほしいのね。約束の印にもう一遍やろうよ。うん、じゃあ約束。じゃあそれが終わったら遊んでくれる？忘れてた、やろう。とっても面白いものなんだね。この前やったあれ、約束の印にもう一遍やろうよ。想像以上に強いようだ。ほんのちょっとでも気抜くとあっという間にやられちまうぞ。面白かったの、とってもね。まったく困ったことですね。力の差というものを考えていただかないと。とにかく武道大会のことは忘れろ。悪いことは言わん。禅王様とはもう関わるな。あんまりサボっちゃダメなのね。さっきから聞いてりゃ、おめえら、オラたちの力見くびってんぞ。でもね、見てたらね、とってもね。
そうだね。こんな世界。いいぞ、その調子だ。何書いてんだ、さっきから。おめえは図に乗るんじゃない。恐ろしいのは禅王様の方だ。まだ力が足りなかったようだね。君、誰？僕のこと呼んだ？俺は趣味でプロのヒーローをやってる埼玉というものだ。てめえがインベーダーの親玉か。よくも英氏丸ごとぶっ壊してくれたな。これひどいね。何もないね。君がやったの？全宇宙の敗者が地球に何の用だか知らないが。いいのいいの。もはや誰もが知ってていいじゃないか。ムカつくね。ほら、俺だよ俺。要はパワーや技術面での強さではなく、まず精神面を鍛えるのだ。今俺の頭見てなかった？忘れてた。あんまりサボっちゃダメなのね。あ、これが本当の香取線香。線香と線香をかけてるんだけど、なんつってな。今の破壊はなかなか良かった。破壊神の僕がいいセンスを持っているようだな。あ、どうぞお構いなく続けてください。ただの通りがかりですよ。これは驚いた。思わず転んでしまいましたよ。まだ力が足りなかったようだね。頑張りたまえ。お疲れのようですね。そろそろ休憩にしますか。がっかりだ。ほら、俺だよ俺。趣味でヒーローやってて。先生は C級342 から5位に一気に上がってます。俺は S級17 から16位に、 S級7 から6位に。聖の博士に一度救われたこの命、そして埼玉先生に助けられた俺の命は、もし不死身かどうかを確認するためだけであれば、手加減する意味で武器を使うという可能性もある。有効かどうかわからないが、俺も地上から攻撃してみよう。先生は19歳の若さで S 級デビューした天才。これひどいね。何もないね。君がやったの？全宇宙の敗者が地球に何の用だか知らないが。全部の宇宙から選手を集めてね。でもね、見てたらね、とってもね、こんな世界。私の出番が回ってこようとな。地球もろとも宇宙の地になれ。そうか。踊るな。助かったよ。すごいなお前。さて、最強の体をいただくとしよう。お前の肉体を手に入れればこんな醜い体に用はない。ついに最強の肉体が手に入ったぞ。それはこっちも同じだ。こんなに手応えのありそうな怪人は久しぶりだ。俺は花ごとに私の計画は止められない。地球もろとも宇宙の地になれ。バカかお前。退屈な人生に刺激が欲しくて他の星を襲うなんて。
緊張感は戦いの高揚感は私にふさわしい体はどこだ。私に出番が回ってこようとはな。頼もしい奴らよ。その何度に用はない。お前の肉体は私がもらう。誰にも私の野望の邪魔はさせん。この世で一番強いというその実力を見せてもらおう。私がやってやる。地球ごとの宇宙の塵になれ。図に乗るんじゃない。終わった。ねえ見てえ玉、地球ごとの宇宙の塵になれ。俺は趣味でヒーローをやってるもんだ。お前が黙れ。納得してくれた。ワンパンで終わっちまった。うん、この肉体も悪くはないな。お前たちにこの私はどうするか。ついに最強の肉体が手に入ったぞ。貴様何度に用はない。お前の肉体は私がもらう。あ、そうだな。ペラ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 と、もう終わりなのか。戦いはまだ意識あんのか。やっぱ強えよ、お前。趣味でヒーローをやっているものだ。俺はもともとヒーローになりたいという強い思いがきっかけで筋トレしてここまで強くなった。お前もヒーローとしての高みを目指して生活してみれば、体を鍛えるとか関係ないし、何かが変わるんじゃないか。それはこっちも同じだ。趣味でヒーローをやっているものだ。気持ちの切り替えで強くなることがあるかもしれない。頼もしい奴らよ。やっぱ強えよ。手応えのありそうな怪人は久しぶりだ。ああよかった。何言ってるか分かんなくなってきた。ああ、つまりだ。要はパワーや技術面での強さではなく、まず精神面を鍛えるのだよ。そのために厳しいプロヒーロー業界で勝ち抜いてみなさい。おめは？俺は趣味でプロのヒーローをやってる埼玉というものだ。てめえがインベーダーの親玉か。よくも英氏丸ごとぶっ壊してくれたな。ここに規定直しに来たんだ。ゼンちゃんが言ってた全宇宙の武道大会、全宇宙の中で一番強いやつを決めんだぜ。もはや誰もが知ってていいんじゃないか。めちゃめちゃ面白そうじゃんか。とことんやりてえっちゅうことか。俺は負けない。ほら地球人だ。先生は C 級342位から5位に一気に上がってます。俺は S 級17位から16位に、 S 級7位から6位に。聖の博士に一度救われたこの命、そして埼玉先生に助けられた俺の命を、もし不死身かどうかを確認するためだけであれば、手加減する意味で武器を使うという可能性もある。有効かどうかわからないが、俺も地上から攻撃してみる。やってねえって。